DeNA の先発は浜口です。1回ワンアウト三塁二塁、カープがチャンスを作って4番の西川、高めのボールを捉えました。センターへ先制のタイムリーヒットは広島東洋カープ。さらに3回ツーアウトランナー二塁においてバッターは3番の小園。小園も二遊間うまく破ったセンターへのタイムリーヒット、これで2対0とリードを広げます。3回裏 DeNA はツーアウト一塁においてバッターは佐野、大皿からライトポール際へ同点のツーランホームラン第11号。ベイスターズは23イニング類の得点を挙げます。これで2対2としました。4回ツーアウトランナーなしからデビッドソン三振とうなど浜口、まあ、初回の失点3回の失点ありましたが4回三者凡退に抑えました。そして5回です、ツーアウト1、2塁とチャンスを作ったカープ、バッター小園、ここはファーストゴロ、外がヘッドスライディングをしながらベースにタッチ、外の気迫のプレーでアウトにしました。同点の6回です、ツーアウト満塁となってカープは代打田中康介、マウンドは浜口、その浜口が押し出しのフォアボール、3対2とカープ勝ち越します。さらにこの後1番の菊池を迎えるところでピッチャー交代、2番手伊勢と交代になります。その伊勢が菊池をストレートで空振り三振、なんとかこの1点差で6回裏を迎えます。その6回裏ツーアウト1、2とチャンスを作ってきました。DeNA ベイスターズ、そして代打は楠本、大道から打った打球をフェンスギアまで行ったんですが最後は西川キャッチ。7回です、ノーアウト1、2塁、山崎康明がマウンド7回から上がってピンチ、カープは4番の西川、ライトへ痛烈な当たり、フェンス直撃というタイムリー、これで4対2リードを広げた広島東洋カープ。さらにノーアウト三塁一塁、打席には5番の松山、松山を高めのボールを捉えて右中間フェンス、やはり直撃のタイムリーツーベース、5対2とリードを広げました。カープは最後は栗林、ツーアウトを取った後代打関根をセカンドゴロに打ち取ってゲームセット。5対2カープが勝って4連勝、一方 DeNA は敗れ4連敗、2位カープとのゲーム差6に広がってしまった横浜 DeNA ベイスターズです。